ブラジル、ベルギーとの欧州遠征を2連敗で終えた日本代表の浦和勢5。人を除く国内組8人が16日早朝、ベルギーから羽田空港に帰国した。同便で到着した日本協会の西野明技術委員長、62、は、今遠征でメンバー外だったものの、現地で2試合。をスタンド観戦した MF 香川真司、28、イコールドルトムントイコールから、直談判、があったことを明かした。西野技術委員長が、ベルギー戦の、ハーフタイムに少し話した、と、香川と接触があったことを明らかにした。内容の詳細は明かさなかったが、本人に代表に対する強い気持ちがあるということ。ファミリーではないけど、みんなとまだまだ頑張っていきたいという気持ち、と語った。香川は不祥事や国内組のみ招集の試合を除くと、2010年6月の南アダブリュー杯以来の招集外だった。戦外決定後は、理由はわからないし、逆にぜひ、監督に、聞いてみたい、と話していた。今遠征でバヒド・ハリル・ホジッチ監督、65、は、香川とは異なり守備面に長所のある選手を先発に起用。MF 井出口、山口だけでなく、ベルギー戦では初出場の MF 長澤が存在感を見せた。ハリル監督は中盤の出来に一定の手応えを示しており、本大会でも対人能力に秀でた選手を先発起用することが想定される。香川の立場は厳しさを増した。西野技術委員長は、メンバーに入れなかった選手も感じたものがあったはず。競争力を上げて、チームとして、成長してほしい、と話した。12月の東アジア E1 選手権は国内組で臨むため、W 杯メンバー発表前に残された香川のアピールの場は、3月に予定されている国際親善試合2試合だけだ。岡島智也。